見た目が可愛いおすすめのスタバカスタも教えてくださいってコメントいただいたんやけど、みんなこの阿佐ヶ谷姉妹みたいなドリンク知ってる？知ってる人は、あああれにあれ追加したやつねってなると思うんやけど、知らん人は、あああれにあれ追加したやつねってなると思う。それがこんなカスタマイズ。パッションティーにホワイトモカシロップ追加しただけの超シンプルなカスタマイズで、もともとパッションティーって真っ赤な色してるんやけど、そこに真っ白なホワイトチョコのシロップを追加すると、こんな風にペーコパーコみたいな色になるね。いつも一人でスタバ行ってるんやけど、この動画撮ってる時が一番恥ずかしかった。だっていい歳したおっちゃんがこんなバーバパパみたいな色のドリンク持って動画やら写真やら撮ってるんやで。普段から動画撮ったりするの恥ずかしいのに、いつも以上に顔赤くしながら動画撮ったもん。どっちがバーバパパやねん問題。味はすごい不思議な味がするんやけど、例えるならもう少しどうにかしたらヨーグルトになりそうな梅ミンツって感じかな。いやむずい。これのうまい表現あったら教えて。ただこれカロリーは抜群に低くて、トールでも56キロカロリーぐらいやから、ちょっと可愛いの飲みたいなって人はぜひ飲んでみて。ちなみに持ち帰りのカップやと中身見えへんから、ちゃんと映えた写真撮りたいなっていう人は店内カップで頼んでみて。